いつからだろう。試合の日の朝、あくびしながら家を出るようになったのは、いつからだろう。勝っても何も感じなくなったのは。ダラダラしてんじゃねえよ、キセ。別に間に合わなきゃそれまでってだけだ。てめえの準備が整うまでおとなしく待ってやるほど俺の気は長くねえぞ。ただ俺は全てをぶつけさせてくれる相手が欲しかった。お前の光は淡すぎる。ずっと望んでいた勝つか負けるか分からないギリギリのクロスゲーム。ちょ、前に気使ってんじゃねえよ。そんな暇あったら死に物狂いでかかってきやがれ。話が早くて助かるぜ、鉄。つくづくバスケだと気が合うな。僕もそう思います。残念だったな、鉄。こんなもんが俺を倒すために出した答えならこの際はっきり言ってやる。そりゃ無駄な努力だ。俺とタメ張るつもりかよ。けどお前には無理だ。お前の光じゃ甘すぎだってよ。大丈夫か、アオミ。触んな。ちょっとつまずいただけだろうが。邪魔すんなよ。いいとこなんだからよ。こっからだろうが。一番テンション上がんのは。なんだその慌てた面は。どいつもこいつも勘違いしてんじゃねえよ。宣言撤回するぜ、鏡。最高だな、お前。いいね、そう来なくっちゃよ。負けるかよ。勝負ってのは勝たなきゃ何も面白くねえんだよ。やめだ。やっぱ性に合わねえわ、生真面目なバスケは。マジがっかりだわ。決着をつけようぜ。ここまでよくやったが、最後の最後にヘマしたな。俺のバスケは仲間を頼るようにはできてねえ。